から、うん、え、言っていいのかな、セトリって、まあ、少々なら、まあ、最初から最後まで言い方も最初から最後までもうサバがずっといたもん。マジ骨大丈夫だった？裏話ね、これ内緒ね、みんな内緒、すっごい薄い裏話、ね、ずっとサバいよ、サバいよだよ、ほんとサバいよ、サバいねだよ、明太子食べたよ、福岡にいますよ。これ何色？マイカ、これ金、でもなんか色落ちしてきたっぽい、メンバーから言うと。なんか茶色じゃない？サナも赤だと思ったら最近ちょっとピンクだ、ね、これ茶色じゃない？もうなんか金に見える、茶色じゃない？金やで、パサパサ。今日画質悪い、許して。画質悪い、そちらの、そちらじゃないすぐ私人のせいにするからね、めっちゃおもろいな、ね、すぐ人のせいにする。同じ部屋なの、常一緒、海外も一緒。じゃあ無理やり変えたんだよ。言わんでいいから。無理やり変えた。私がショールームをするためにね。そう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 。でてんてるてん。福岡寒かった。駅白かったよね。仙台より寒かった。うんうんうん、私今日ヒートテックとかも着てなくて。え、寒じゃん。持ってきたんですけど、寒だった。マジでお腹空いた。ね、まだ？今何分？今2分。でも何時から始めたか知らん。あ、2000人ちょうどピッタ。あ、じゃあもうやめるか。ピッタでしょ。あ、あ、あ、お、え、今何分？どこからどこで見えるのこれ？あか、え、まだだって15分経ちましたって出てない。うん。から、わかんない。まだ9分だって。え？嘘じゃん。こんな1時間やってる。体感1時間？うん、1時間やってるね。おもろ。今日ね、お部屋広いからね、めっちゃ広い。なんかね、ベッドがね、3個あんの。そう、なんかデカデカショーがあるから、毎回ショーで寝てね、うん、オッケー、お前がショーで寝ろ私がデカデカにこう、足をこう寝づら私が走りになって寝るから私どこで寝んの、うん、ショー今日一緒にじゃあ寝ましょう、そこで寝ていいですよ。いいですよ、サイズ感おかしくない私だ、そうだよ、デカデカで、あんたショーよあ、いつもね、ちっちゃい頃からあんたはショーをやってね、うん、いろんな人に言われる。そうだショー、うん、そうだショーそうだショーそうだショーめっちゃ言われる。どう考えてもショーよ、そんなこと言わんだよ、うん、たまには台で寝かせてくれよ。だってさっきもさ、なんかさ、本当にのんのにさ、リーダーなんだからとかさ、ね、チビなんだからとかさ、なんか今日いろんなメンバーに言われた。今日なんか動画撮ったじゃん、最後サナが上げてた動画見た、みんな、うんうんうん、あれさ、撮る前にさ、ミリなんかさ、アンナの隣にいたんだけどさ、マジ真剣な顔で、え、アンナチビじゃんマジ普通に悪口やったもん。後ろだったから、なんか、うん、アンナチビだけど多分見えないよみたいな、だから、え、アンナチビだけどみたいないや、もうええみたいないや、そんな言うみたいな、そうジャンプすれば見れるし、見えるし、普通になんかボソっていう感じ。そうそうそう、みんなだからめっちゃ面白かった。みんな優しいから、チビ前に行きなみたいな感じでね、そう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 、言ってくれるんだよね。世界のもう当たり前よ、チビは前って言ってあなたもどっちかイコラブの中で2個に分けるとチビ人間でしょ。そうね、そうね残念ながらだってさ、みんなさ、なんか165センチぐらいあって、あみさチビ言うなったらいいけどさ、大してでかくないじゃんか、156。そうでもさ8センチぐらい違うでしょ。そう、さっきリプが来とって、なんかファンの子から、うん、なんかアンナのプロフィールを、うん、なんか初期の時から縮んでるみたいなの、ツアーのリプかと思ったら身長のリプで、え、縮んでんの？だっけ150って持って書いとったけ、うん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 、今 148.6 だけ、わざわざそのリプが来てめっちゃ笑った。あ、ショールームをしてます今。ショールームいつからさ、いつからだっけ？11月7日。7日からだってみんな。今日飲むのになんか朝。遡られて、でも違う、さっき私ね、朝直したよ、ちゃんと変換がショールームになっとったけ、ショールームに直したの、うん、したらさっきまた伊藤さんに LINE した時に、うん、ショールームって書いちゃったの間違えて、ダメだ、その変換が結局出てきちゃった。ショールームだから次はゼロ、あの O を1個にしてやろうって、もうさ、今度からさ、ショールームの O をさ、ゼロにしよう、うん、全部ゼロ、楽しみ、今度からちょっと誰も気づかんかったやろ、だって変えてやるぞ、ショールームにするかもしれない、ショールームかもしれん、ショールーム、しかもなんかのんのあれ、ショールームさんからいいね来たんだって、え、怒ってなくてよかったね怒られるかな、ね、ブロックかもよこいつはって、うん、どうしよう、アメトーク的な、そうよ、そうそう、ショールーム、アナの気分によって、そう、ゼロじゃない、王がい、そうよ、みんな気づいてないんだからね、ダメだな、のんのしか気づいてない、そうだよ、みんな気づいてる人もいた？わかんない、多分いた、絶対なかったよ、お腹すいた、これ何回言ったんだろう、うん、お腹すいたって、ね、
ただのチビ、え、ただの悪口、めっちゃ悪口だよそれは、悪口だよ本当、あかん、あかんね、逮捕や、ほんま逮捕や、吐ける、お前髪をガラガラガラ、もうね髪ぐちゃぐちゃね、ハーンもよく間違える、なるほどね、ハーンは5個よ、あそうなん、ハーンの A は5個、めっちゃもつ鍋って言ってくるやん、食べてんのもつ鍋、そうそう菊池選手、はあれ、そうなの、さっき言ったよね、だから思ってない今あんなご機嫌なんだって言ったマイカに、そうそうなの、カープの話、久々にカープの話題したかもしれん、よかったじゃないですか、絶対持ってないやろ今みんなでもつ鍋食べてんの、かわいい、かわいい私もつ食べれないんだよね Me too Yeah もつ今日ご飯なんだろうね、なんだろうね、お腹空いた、みんなもう食べてんのかな、まだ15分だからそういうこと口に出せてもらってもいいからいいよ、アンナじゃないからいいよ、マイカだからアンナが言ったらそのお前自分で配信してどういうことなんだってなるけどマイカは大丈夫確かに、いやマジパパからなんか LINE 来とって、うん、菊池残留みたいな感じで LINE 来とって、うん、もうツアー終わりに湧いたよね、よかったね、わきわき、 あと1分だってマイカのファンの人が教えてくれとるやん、ありがとう、やりたくないわけじゃないよ、そう、ね、違うよ、お腹空いてんの、だってみんなさお腹空いてない、え、みんな食べてんだよ、食べながら見てる、みんなさ食べながら見れるけどさこっちはさ食べながらできないんだよ、そういうの不具合だよ何言ってんだよおもろ、マイカちゃんおもろいらしいよ、テンションね、うなぎ屋に行ったって、うなぎ食べたい、え、うなぎ食べたい、うなぎ大好き、じゃあさ今日今から3人でうなぎ行きません、うなぎ食べましょんしゅんいいですか、うなぎ美味しい、高いの食べようだって、高いの食べたい、高いの、イエーイ、今もしかしたらでもあっちでショールーム見とるかな誰か、あ、でもそうしたらさやっぱ誰かがコメントしてくれる、誰も見てない、みんな食べてるよ、みんな、あ、乾杯しとんじゃない、そっちやんか、そっちやんか見とったらおもろいびっくりした、びっくりした、メンバーから LINE 来たかと思ったよ、じゃあ佐々木でーす、佐々木でーす、マイクマイク15分経ったよお、じゃあ皆さんさようならじゃあご飯を食べに行きたいと思います、みんなもご飯食べるんだよ、ちょっと最後お食事タイムにでは参りたいと思うので順位を読ませていただきたいと思います、はい、あ、ランキングを押してください、あ、もうちょっと下です、やばいお腹空いた、でしょ、何位かな、13位まさむねさん、はい、ありがとうございます、12位がセイタン、ありがとうございます、11位がジスン、ありがとう、10位がユイシスさん、ありがとう、9位がガミさん、ありがとう、あ、普通放射、通放射、通放射、8位がマツケンさん、ありがとう、7位がトモ、ありがとう、6位がさくらさん、ありがとう、5位がダイスケンさん、ありがとう、4位がレグルスさん、ありがとう、3位がアンリサのナーキング、あ、ありがとう、2位がサシナユイさん、あ、ありがとう、1位が MKT さん、お、ありがとう、ありがとうございました、じゃんけんします、せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、はい、あ、負けた、はい、ランダムじゃあレアで2人ずつにしよう、分かった、1人目が読めない、純粋無垢なノリスタさん、2人目なんちゃらおじさん、はい、マイカちゃん、リコピンさん、トレーサーさんです、ありがとうございました、それではまた明日お会いしましょう、ツアーありがとうございました、さようなら、バイバイ、みんな食べるんだよ、美味しいご飯いっぱい食べて帰ってください、さようなら、さようなら、バイバーイ、5、4、3、2、1、バイバーイ。